ミッション開始まで180秒。準備はいいですか、麻美先生。先生？今は君が指揮官でしょ。麻美でいいわ。あ、そうでしたね。あ、麻美、準備はいいですか。ええ、バディともに万全よ。ちょっと、何顔を赤くしてんのよバカ風魔。麻美校長ばかり気にして私たちは無視なわけ？ねえ、風魔くんは大人の女に弱いからにゃー。今から聞くところだったんだよ。そっちはどうだ、雪風、さくら、準備 OK か？当たり前じゃない。雪風チーム、バディともに問題なし。さくらチームも OK、 バディともに元気だよ。よし、ミッション開始まで全チームそのまま待機。目的地まで20秒。ヘリは時速300キロだ。カウントダウン入るぞ。目標が視界に入るぞ。全チーム降下用意。各自目標ポイントに急速降下。着地ミスって死ぬなよ。はあ？誰に向かって行ってんのよ。余裕余裕、この3倍の速さだって平気だよ。風魔くん、私たちはタイマニーよ。私が出るわ。伊賀は浅木、剣山。今回の任務はビルを占拠したテロリストの排除と人質の救出だ。俺たちのチームは速やかに屋上を制圧、人質の脱出路を確保する。了解、ここのヘリポートを抑えるってことね。人質は大丈夫？中で捕まってる人もいるんだよね。そっちは別部隊が対応しているわ。私たちは自分の任務に集中ね。ええ、その通り。では随行させた指揮ドローンから指揮情報を飛ばす。各自行動開始前にもう一度チェックしておいてくれ。これがテロリストか。悪そうなやっちゃな。ま、機械に頼ってる連中なんて私の敵じゃないけどね。そうね、この情報ではさほどの脅威はなさそうだけど。でも状況はどう変わるかわからない。全チーム油断せずに進みましょう。はーい。俺も指揮ドローンで状況を捕捉し、逐一最新の情報を流していく。みんな、敵に動かれる前に始めよう。行動開始。了解。了解。頼んだぞ、さくら。任せなさーい。大船に乗った気持ちでドーンと構えてなさい。これから任務なのだから、もう少し緊張感をだな。いやいや、適度に力を抜いている方が任務はうまくいくものだよ、風魔くん。私の人生経験上、年はあまり変わらないはずだけどな。まあお前がそう言うならそれでいいさ。頼むぞ。オッケー。さよなら。決めるわ。
で終わりよ。はっ。任務完了。さあ起動しましょう。あなたについて来られるかしら。サポートか。楽しみ。優等生ですから。伊賀は浅木、剣山。はっ、はっ、とどめ。はっ、さよなら。起動しましょう。あなたについて来られるかしら。今回の作戦はこれね。伊賀は浅木、剣山。やっ、はっ、さよなら。襲撃。これで終わりよ。ヒレンカ。はっ、ヒレンカ。ヒレンカ。はっ、はっ、ヒレンカ。やっ、シャーク、スイヤ。指示があれば、いつでも行くよ。スイッ。はっ。やっ。はっ。ラスト。はっ。やっ。はっ。はっ。ヒレンカ。やっ。ターク。スイヤ。任務完了。さあ起動しましょう。あなたについて来られるかしら。
よろしくお願いするわ。春乃ちゃん、お姉ちゃん頑張るからね。来たわね。準備を整えたら早速任務に出るわよ。みんなの様子を見ておきましょう。今回の作戦はこれね。優等生ですから。備えあれば憂いなしよ。新城優奈だよ。タイマニー星。中隊？新しいバンド名？みんなの様子を見ておきましょう。ご苦労様。
備えあれば憂いなしよ。バイブス上げていこう。いいセンスね。これなら全力で戦えるわ。仲間を集めるのね。備えあれば憂いなしよ。いよいよ任務よ。準備はいい？伊川麻希、剣山。はっ！はっ！
強化外骨格を確認。みんな十分に注意しろ。今データを送る。フリーダムオブアフリカ社製のピストオブスティールだな。外角を分厚い装甲で固めていて、主に格闘で敵を攻撃するタイプだ。あんなものまで用意してテロリストにしては随分リッチね。もう硬いの苦手なんだよね。私の雷撃で中身ごとぶっ飛ばす。行くわよ。ラスト。任務完了。さあ起動しましょう。あなたについてこられるかしら。伊賀は浅木、剣山。やっ、はっ、決めるわ。やっ、はっ、これで終わりよ。やっ、はっ、はっ。屋上制圧を確認。全チームよくやったぞ。これでヘリポート確保だね。楽勝楽勝。やっぱり大したことなかったわね。みんな待って、何か来る。ああ、ちょっと何よあれ。多脚戦車、奴らの虎の子ってやつね。テロリストのくせにリッチすぎなんだけど。フリーダムオブアフリカ社製の多脚戦車テンペスト。主武器は 12.7mm 重機関銃、副武装は 7.62mm 機関銃か。こりゃ凶悪だ。全チーム気を引き締めて来るぞ。決めるわ。はっ、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 ラスト。はっ、スイッ、はっ、ラスト、スイッ、はっ。任務完了。さあ起動しましょう。オーケー、全ミッションクリア。みんな、訓練終了だ。フーマ、あんたどういうミッション設定にしてんのよ。どこの世界にあんな軍隊みたいな装備のテロリストがいるのよ。そうそう、敵の設定やばすぎだよ。あの戦車とか、私のお小遣いの10年分ぐらいありそう。いや、100年でも足りないかもな。それだけ最近のテロ組織の資金は豊富なんだよ。ネットを駆使して世界中から資金を集めたり、
中には油田まで抱えている超リッチな組織もある。ほえー、大金持ちなんだね。まったく、悪がのさばる嫌な世の中ね。そうね。だから今くらいのミッションで適切だと思うわ。風魔くんこそどうかしら。ツーマンセルの舞台運用は慣れた？はい、浅木先生。一通りやってみた印象ですが、6人を3等分、3つのコマにして有機的に動かすには、かなりの繊細な指揮が必要だなと。でも、なんとか慣れようと思います。期待しているわよ。君には、是が非でも、この形態の指揮をマスターしてもらわないと。ん？ということは、やっぱり今の舞台運用は、何か具体的な任務を想定して？ええ。それは今から説明する。計画した、当人の口からね。ふん。浅木、彼が君の推す例の人物かね。どうも、風魔小太郎です。いや、堅苦しい挨拶は抜きにしよう、風魔君。君の素性や能力については、浅木から聞いている。風魔壇上の息子にして、風魔宗家の現当主。五社学園における成績は中の上。友好関係は広く浅く、家では腹違いの姉であり、後見人の女性と二人暮らし。趣味は、タイマ人に関する情報が載った書物を読み解くこと。特に興味が惹かれるのは、忍法に関する書物である。壇上とは少し面識があってね、この任務に浅木が君を推薦したとき、運命のようなものを感じたよ。親父、ですか？